はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病と予防生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいな白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、昨日の動画でね、ファッション業界がマスクを作ったらええって話をねしたんですけども、その夜のニュースでね、早速紹介されてましたね。いや、考えとったんかいってね、感じですけども。ほんでね、そのオリンピックもね、とうとう中止じゃなくてね、延期になってしまいましたけども、まあどっちにしてもね、今年は難しいでしょうね。オリンピック問題だけじゃなくて、まあほとんどのね、スポーツイベントが自粛されてますので、まあ、感染症対策としてね、世界中のイベントを自粛するのはですね、まあ、人類の安全を守っているってことになると思います。まあ、開催されないことはね、悲しいですけども、でもやっぱりね、安心安全を考えると、まあ、いいことやと思います。でアメリカではね、その今後 2,3 週間後にその感染者のピークが来ると報じててね、その感染者が増えたら病院が混むから言うて、その普段使ってるイベント会場っていうんですか、なんか会館とかある、会館なんかなあるじゃないですか、ね、あの日本やったらあの横浜アリーナとか埼玉スーパーアリーナとかね、いうような大きいところとか、大阪城ホールとかもそうだと思うんですけども、そういうところを病院化にする準備をね、始めてるそうです。イベント会場をね、病院化にするっていう考えがすごいですよね。でも考えてみたら、まあ、世界中でもね、病院が混んでしまっているからなんでしょうね。ほんまの病院のようにですよ、検査や治療ができる施設を作るとなると、まあ、衛生面でもね、しっかりしなあかんっていうことなんでしょうけども、そのアメリカに住んでる人とかね、それ考えたら安心ですよね。まあでもね、誰もならへんのが一番なんですけどもね。でもまあね、アメリカ中の各州はですよ、不要な外出禁止令がね、続々と発令してますよね。ニューヨークではね、先日の動画でもお話しした通りなんですけども、すでに発令されています。こうなんかフラーってこう歩いてたらね、巡回してる警察官に、お前何してねんってこうね、あの怒られて、あるところでは罰金とかもね、あるみたいですね。あとね、そのハワイもね、外出禁止令が出てるから、観光に行ってる人らがね、私何しに来たんやろって感じですわってこう、ニュースのインタビューでね、言ってました。まあそうなりますよね。まあ、日本のね、観光地もね、閑散としたようですけども、まあ、今では少しずつですけども、こう小規模小規模にして営業とかね、そのちょっとしたイベントっていうんですか、そういうのをね、こう開始してるところもね、出てきてるみたいですけどね。まあ、ヒーローショーとか、そのマグロの解体ショーっていうんですか、そんなのはちょっとやめといて、販売だけはできるんで、まあそういったところでね、そのお客さんが来てくれてるようです。まあね、子供さんらもね、退屈なんで、マスクしてお出かけされてるみたいですよ、ちゃんとね。その公園やね、河川敷で、そのキャッチボールやね、バドミントンやって、のびのびとね、遊んでる人らの姿を見かけますけども、やっぱりマスクですね。これでね、まあ、先日も言いましたけども、スポーツメーカーもそのスポーティーなデザインマスクをね、作ってくれたらいいんですけどね、ちょ、ほんまに作ってほしいです。ほんまに誰か見てません、ほんまに。もう、洗ってね、こう、何回も何回もね、使えるやつね、使い回しできるやつですよ。ほんまにね、誰かほんまに見といてほしいです。この動画を見て、あ、ええー、なーって、まあ、見なくてもね、その、ファッション業界のようにも考えてはるとは思うんですけども、まあ、ね、こんなんはこう、発信していってなんぼなんでね、言ってみんながこう認識してもらって、ええことはね、どんどん広めていってる方がね、いいと思うんですよ、ほんまに。でね、また話変わるんですけど、これもね、あのニュース見たんですけども、キッチンペーパーでマスクを作るのをね、やってましたね。キッチンペーパー言うたらね、うちはまあ、これなんですけども、コストコ。うん、いっぱいあるんですけどね。まあ、そこから1個、裏から取ってきたんですけども、これキッチンペーパーね。これと、輪ゴム、ホッチキス。ね。ちょっと皿なんですけど、さっき買ってきたんですよ、これもね。これもちょっと買ってきました。まあ、キッチンペーパーで作るって言ってるんですけども、使い回しっていうか、まあ、使ってる方があるんで、こっちを使います。で、今からね、作っていきます、実際に。これをね、1枚、ちぎります。ちぎったやつを、なんていうんですか、蛇腹っていうんですか、こう、山折り谷折り、山折り谷折りっていう風に折っていくんですよ。ね、ちょっとね、下で折りますけども。これがね、まあ、さっきね、そのホッチキスと輪ゴムを買いに行ったんですけども、いつもね、行ってる100均がね、100均なんですよ。いつも行ってる100均が閉まってて、いつも行ってる100均やったら、その輪ゴムがね、これベーシックのね、あのオレンジの、従来のオレンジの茶色のやつなんですよ。
これね、開けますけども、これ普通の輪ゴムですよ、ほんまに普通の輪ゴムなんですけども、そこにいつも行ってる100均やったら、黒とか白とかっていうちょっとね、あのこじゃれた輪ゴムが売ってるんですよ。そっちで作ってもらったらかっこいいかなと思うんです。ホッチキス、まあ開けてます、ホッチキスね。開封動画じゃないですけどね、針ついてないんかな、これついてへんがな、入れなしゃあないです、だからついてるんですかね。これ久しぶりなホッチキスさんが使うのなんかね。でもこうね、100均でできるんですよ。キッチンペーパーもね、今100均で売ってますしね。キッチンペーパーぐらいしっかりしてる方がね、やっぱりね、いいと思いますよ。ティッシュ使うよりもね。どっから入れるの？ホッチキスの芯を入れられへんってね。恥ずかしいわ。こうか、反対やった。よし。んで、これ今折りましたよ。こう、山折り谷折りでね、折ったやつをですよ。これね、ここに、輪ゴム、あ、落ちた。輪ゴムを入れて、挟みます。ここをホッチキスで止めると。止まれ！ゴムが落ちなかったらいいだけなんで。よし。片方できたから、片方できたらね、こう見えるかな。こういう感じ。なんで俺今日この服着てんね。こういう感じで。後ろ全然見えへんかな。ゴムね、見えます？こういう感じで。はい。で、こっちも反対側もね、かけて、折って、おら、おら、できました。これで、まあ、こうかけるんですけども、ここを、開きます。ベロ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 。じゃあこういう形になるんで、まあね、上と下はまあお好きに使ってくださいって感じです。これをどうですか？簡単でしょ。これね、ほんまに100均のやつで作れます。で、ゴム、輪ゴムやったら耳痛い人やったら、紐をね、今のその輪ゴムの代わりに使ってくれたらいいです。これでもマスクとしての機能をね、100% するわけちゃいますけど、例えば布をね、ハサミでちょくちょく切ってですよ、そのミシンでね、バーってこう、縫ってっていう風のはできる人はできるけど、できへん人はできへんすからね、そのまんまやないって感じなんですけども、でもね、その、ここの長さっていうのは、その、まあ僕はね、顔大きいんで、普通のその、キッチンペーパーの長さで1枚使いましたけども、ここはどこで折ってもらっても、まあ、ここをハサミで切ってもらってもね、調整は、サイズとかの調整は何もでもできるんでね、やってみてください。これはええですね。もうマスクが変わりへんわ、空いてる人でも、その、キッチンペーパーもね、ちょっとこの前までちょっとね、売り切れやと感じがするんですけども、まあ、ホッチキスと、まあね、この輪ゴムか紐かがあれば、こうやってできますんでね、ぜひやってみてください。これはおすすめです。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がね、いいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。